やりたくないことの方が少ない。これ何のためにやるの？勝つためじゃないの？ってなってくると、やるしかないよね。苦しい状況で乗り越えた楽しさとか、たまに起きたくない時あるんですよ。やば、行くよっつって。最終的にこんな楽しかったなって言えるように、この過程を大事にしてるので、日々頑張って。いや、私は楽しいのことだと思う。原点っていうか、その気持ちは今でもやっぱ大事にしてる。